中にもう一回ミオさんと組みたいです。何言ってんの、私ルッタの目と見る気満々だよ。ありがとうございます。なるみとか言う人いるじゃん。私ね、コーラメンホールでさ、ベルト取られちゃったのよ、シングル取られた後にさ、あいつ知らないとどっか行けなかったの。みんなが証拠見ます、あいつ入れて。ちょっと一回組んでみたいと思っていた相手がいるので。あ、いいんだ。セラリサ。17日、仙台ガールズの後楽園ホール大会で、まあ私たちの世代がアジャコンの世代を抜き去ろうと、そして引退に追い込もうという大会です。ただ今現在私たち新生チームが今何かできているかと言われたら、それは何もできていない状態だと思います。そこで板橋大会に私は花月を呼びたい。JWP でミュウのことバカにしたようだな。おいチビチビってミュウと組んでやってやるよ、戦い。じゃあ本当はカゲツと組んでちょっと上の世代とやりたいなと思ってたんですけど、そこまで言うなら私たちが上を倒す前に下の挑戦を受けましょう。